お元気ですか、ポクシュミです。今日はですね、豆板醤、甜麺醤を使ったちょっとピリ辛なね、タンメンでございます。味は塩味でございます。でね、ゆで卵もね、1個をね、乗ってみました。で今回は結構これボリュームね、ありますね。あの前にね、野菜も食べてくださいねとか言われたんでね、今回はね、野菜たっぷりですのでね、食べますのでね。で、あとお酒は焼酎のサイダー割りでね、いきたいと思っております。でも今日もね、告知とかもね、特にはね、ございませんけどね、まあ1回や2回かね、またね、プロ野球カードやっていきたいと思いますけど、でね、サッカー日本代表チップスカードはですね、残念ながらね、売り切れてしまってね、2回しかやっていません。やりませんでした。その時はね、本当にごめんなさい。で、予定だったらね、あともう1回やりたかったんですよね。ここまでね、売り切れとはね、まさか私も思わなかったんでね、その辺を本当に、ね、申し訳ございませんでした。またね、2023プロ野球チップスカードは多分春頃かな、第一なんですけどね。できたらね、またそういうのもね、やっていきたいと思いますのでね、その時はぜひ、動画をね、見てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。